お使いの Apple Watch を消去する必要があるときは、ペアリングされている iPhone を使うか、Apple Watch で直接消去できます。まず、iPhone で Apple Watch を消去する方法からご紹介しましょう。この方法では、デバイスのペアリング解除、Apple Watch のバックアップ作成、アクティベーションロックの解除も行われます。まず、Apple Watch と iPhone を近くに置いて、iPhone で Apple Watch アプリを開き、画面の左上にある「すべてのウォッチ」をタップ。次に、ペアリング解除と消去を行う Apple Watch の右側の情報ボタンをタップして、Apple Watch とのペアリングを解除をタップ。GPS プラスセルラーモデルの場合は、モバイル通信プランを残すか削除するかを選択します。確認のため、もう一度My Apple Watch とのペアリングを解除をタップ。画面の指示に従って Apple ID パスワードを入力し、ペアリング解除をタップ。少し時間がかかることがあります。消去する前に iPhone が Apple Watch の新しいバックアップを作成します。家族の Apple Watch があなたの iPhone にペアリングされている場合、家族の Apple Watch を消去すると、その Apple Watch は iCloud にバックアップされます。iPhone がお手元にない場合でも、Apple Watch で直接すべてのコンテンツと設定を消去できます。この方法で Apple Watch を工場出荷時の設定に復元できますが、バックアップの作成やアクティベーションロックの解除は行われません。まず Apple Watch で設定を開いて、一般をタップします。下にスクロールしてリセットをタップ。すべてのコンテンツと設定を消去をタップします。画面の指示に従ってパスコードを入力。GPS プラスセルラーモデルの場合は、モバイル通信プランを残すか削除するかを選択します。確認してすべてを消去をタップすると、Apple Watch が工場出荷時の設定に復元されます。この作業が終われば消去は完了。これでお使いの iPhone や新しい iPhone ともう一度ペアリングできるようになります。このチャンネルではこのような使い方のヒントをたくさん紹介しています。ぜひご登録ください。他のビデオもどうぞ。このビデオではデバイスの操作や画面の流れが一部省略または短縮されています。